はい、12月24日日曜日ですね、苗場スキー場に来ています。時刻はですね12時半を回ったところで、今ちょうどお昼時でレストランですとかね、館内ごった返しているんですけども、まあ、その影響もあってですね、ゲレンデだいぶ滑りやすくなっています。でリフト待ちもですねだいぶペアリフトですね、かなりコース、リフト待ちしていたんですけども、コースにも、はみ出るくらいのですね、長蛇の列あったんですけど、今はそんなことなくてですね、まあ、滑るなら今がやっぱりお昼時がいいのかなというふうに思います。で雪質はやっぱりいいですね。まあ、昨日まで多分降っていたんだと思いますし、今日も最高気温がマイナス1度ということで、フレッシュなですね、雪がこう維持されている、雪質が維持されているということで、で、まあ、マイナス1度の割にですね、風もそんなになくて、でしかも太陽ですね、朝からずっと出ていますので、結構暖かいですね。動けばなおさらの体も温まって、もしかしたら汗をかくくらいなのかなという感じがします。またこうゴンドラに乗ってですね、上に行ったらまた寒いのかもしれませんけれども、私まだ上には行けてないんですけどもね、また午後も引き続き滑ろうかなというふうに思います。まあ、多少ですね、コース外、コース内も少しこう土が出ているところとかですね、草がちょっと入っているところとか見られるんですけども、コース上はですね、何かポールが立ってるとか、そういった危険な場所っていうのはほとんど見られませんので、それよりもですねお客さんかなりやっぱりにぎわってますので、その衝突ですよね、スキーヤー同士、スノボード同士のですね、お客さん同士の、接触だけちょっと気をつけながらですね、午後滑りたいなというふうに思います。はい、ということで以上